皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB 417ことはーちゃんです。今回は100均のものだけで作れるスイーツデコの作り方動画を撮っていきたいと思います。今回はこのようなケーキのメモスタンドを作っていきたいと思います。一見少し難しそうに見えますが、とても簡単なので皆さんもぜひ作ってみてください。私は普段手芸屋さんの粘土などを使うので100均の粘土はあまり使わないんですけれども、今回は100均の材料だけでスイーツデコを作りたいという視聴者様のリクエストがあったので、今回はリクエストに応じて100均のものだけで作れるスイーツデコに挑戦していきたいと思います。この動画を見て皆さんも作っていただけたらとても嬉しいです。それではまずは材料紹介からしていきます。まずメインとなる粘土なんですけれども、こちらのセリアさんの、軽い紙粘土になります。こちらは白い色を使います。こちらは、私は普段は手芸屋さんのハーティーという粘土を使っているんですけれども、そちらは600円ぐらいするので、100円のものを使いたいという方は、安くねスイーツデコをやりたいという方はこの軽い紙粘土を使います。他の、100均の粘土とかいろいろ使ったんですけれども、100均の中では一番この紙粘土が個人的に使いやすいかなと思ったので、こちらを今回は使っていきます。次はこのようなベビーオイルになります。綿棒とか売っているコーナーにダイソーで売っていました。次はこういったプレッサー代わりになるものです。プレッサーというものは粘土を潰してこのように平らにするとかっていうものなんですけれども、手芸屋さんで1000円ではちょっと高いので、私は100均で何かいいものないかなと思ったら、こういうディスプレイスタンドというものを見つけたので、こちらを、使っています。本当は置物を飾るために使うんですけれども、こちらプレッサーにすごい似てるなと思ったのでこちらを使います。次はこちらのシリコンになります。こういったダイソーで売っている絞り袋にシリコンを入れて、こういう、もう絞れる状態になってるんですけれども、絞り口 と金具ですね、絞り金具とこういうシリコンですね。シリコンはダイソーでもなんか窓用とかのシリコンも売ってるんですけれども、今回私はホームセンターの結構大きめのものを使います。普段は100均のものは使ったことがないんですけれども、全然100均のものとそんなに変わらないので100均のシリコンで全然大丈夫です。次にこちらのメモスタンド棒になります。メモスタンド棒は3本で100円でセリアさんに売っています。次は絵の具になります。こちらの絵の具は手芸屋さんで購入した絵の具なんですけど、こういうダイソーの絵の具を全然使っていただいて大丈夫です。次に型になります。100均で購入した型になります。次にこちらです。こちらはパーツになります。パーツはあらかじめ作っておいてあるんですけれども、私はこういう、エクセレントという粘土を使ったんですけれども、1000円もするのでちょっと高いなっていう方は100均のダイソーの樹脂粘土を使うのがおすすめです。ダイソーで樹脂粘土が売ってるので、それも結構クオリティも高くできるし、全然そちらを使っていただいても大丈夫です。それで、材料紹介はこんな感じで以上になります。それでは早速作っていきたいと思います。まずはこのようなケーキを作るんですけれども、このケーキのこちらはイエローウォーカー、そしてチョコレート色、薄いピンクという感じで作りました。でも、どんな色でも全然大丈夫です。今回は時間短縮のため、こちらの粘土をもう開けてあって、薄いピンク、チョコレート色、イエローウォーカーにあらかじめ色をつけてあります。こちらを使っていきます。こちらは普通に軽い紙粘土の中に絵の具を入れて混ぜるだけで作れます。ピンクの絵の具はダイソーとかセリアさんとかではピンク色は売っていないので、100均の材料で作りたいという方は赤い絵の具を爪楊枝の先っちょにほんのちょっとつけて、こんな感じでちょんちょんとつけて薄いピンクが作れます。ピンクの絵の具を持っている方はそちらで全然大丈夫です。はい、それでは作っていきます。まずはこのようなイエローウォーカーの粘土を丸めます。で、あと見てなかったんですけど、下にクッキングシートを敷いておくのがおすすめです。お盆などの上でやってもいいんですけど、ホコリとかついちゃう可能性もあるのでクッキングシートを敷いてください。それでちょっと見えにくいですね。粘土をプレッサーで押しつぶします。
んな感じで押しつぶしたら厚さがこれぐらいになります。そしたらこちらをかたどっていきます。こんな感じです。かたどるときに私はもうあらかじめベビーオイル塗ってるんですけど、ベビーオイルを手にちょっとだけ出してこの型にこう塗っていくと結構ベタベタっていうかぬるぬるして型から外れやすいのでこちらを使います。それでこんな感じでイエローオーカーの部分が完成しました。イエローオーカーの部分は下と上が必要なのでもう一個作っていきます。シワとかそういうのにならないようにちゃんと丸めてこんな感じで押しつぶしていきます。ベビーオイルをつけた方が型から本当にすんなりと外せれるのですごくおすすめです。こんな感じで2段作ることができました。そうしたら、次はこの余った粘土はサランラップに包んで保管しておいてください。また次のスイーツデコなどで使えるので取っておいてください。次、ピンク。ピンクは、いちごムースをイメージして私は作ってたんですけれども、作っていきます。周りの部分は、はい、サランラップで包んでおいてください。こんな感じでピンクも完成しました。次はチョコレートの部分を作っていきます。今回はチョコレートの部分を多めに作っていこうかなと思ったので、チョコレートの部分の薄い部分をこのピンクを使って、分厚い部分をチョコレートにしたいと思います。色とかは自分のオリジナルで全然大丈夫なのでこういうマーブルにしたいよっていう方はマーブルにしたらいいし全然お好みでいいと思います。自分でね楽しい自分好みのスイーツデコを作ってみてください。こちらはさっきと比べて結構分厚めにしました。それではこちらを重ねていきます。まず一番上一番下からやった方がいいかな。一番下ですね。これは、歯ブラシで質感をつけるタイプとつけないタイプがあると思うんですけれどもどちらでも全然大丈夫です。なんかこういうものとかで今回はつけるんですけれども、歯ブラシでつけたらこうボソボソになるんですよ。わかるかな。はい、ボソボソになるんですけれどもこのメモスタンドのこのボコの部分あるじゃないですか。それをこう横につけるとわかるかな。こうギザギザっぽくなるんですよ。そういう感じだとなんか他のやつと比べてちょっとね面白い感じの質感ができるので私はこのメモスタンド棒を使います。こっちのパターンがいいよっていう方は歯ブラシで質感をつけてください。はい、こんな感じで質感をつけ終わりました。それで下の部分はね歯ブラシの方が本当はいいんですけれどもこういうのでつけたりしても面白い質感ができると思います。なんかこういう風な斜めの線とかつけるとなんか面白いこういうケーキとかもたまにあるのでこういうのでいいと思います。歯ブラシで質感つけた方がこっちのパターンがいいよって方は歯ブラシを使ってください。それではやっていきます。まず一番下の部分、土台にチョコレートをつけます。で、その上にイチゴの部分を乗せます。はい、その上にまたこちらの色をつけます。そしたらこんな感じの色になります。そしたらプレスターで潰します。そして潰すことができたらこんな感じになります。それで形を整えていきます。はい、こんな感じで真四角にできました。こんな感じです。はい、そうすることができたらプレッシャーをちょっとはけますね。こちらのメモスタンド棒をぶっ刺していきます。真ん中だとシリコンを絞るのでだいたいここら辺かな。奥まで刺すと貫通してしまうので下まで行かずちょっと控えめな感じで押しすぎると本当貫通してぶっ刺されたら大変なことになるのでこれぐらいまでかな。ここ
円まで刺さってるというイメージで、はい、こんな感じで完成しました。それで、こちらを、本当は乾いてから絞るんですけれども、1日ぐらい乾燥させてから絞るんですけど、今回私はこのまま絞っていきます。まずはシリコンをこんな感じで絞ります。絞ったらまずリーフ、そしてイチゴで、ラズベリーとブルーベリーをトッピングします。そしたらこんな感じでトッピングができました。こんな感じです。はい、これで乾燥させたら、こんな感じのキューブケーキの完成になります。こういう四角なのでキューブなんですけど、はい、こういう四角いケーキになります。これは本当は乾燥させてから皆さんは絞ってください。でも別にそこまで問題はないんですけれども、今回は作り方動画のためこんな感じで今絞りました。まだ粘土やわやわなので、1日から2日ぐらい乾燥させたら、すごい硬くなるとかね、はい、柔らかくはなくなります。乾燥して完成です。こんな感じでできました。この中に、ここにね、もう乾燥しているものを今回使うんですけれども、なんかこういう紙とかそういうのをこう立てれば、立てて机の上に置けば、なんか宿題忘れないようにとか、そういう風に書くのにすごいおすすめです。皆さんもぜひこんな感じのメモスタンド作ってみてください。100均のものだけで本当に作れるので、皆さんも、はい、ぜひやってみていただけたら嬉しいです。それでは今回は初心者さんでも作れるね、簡単なスイーツデコを作ってみました。100均のものだけで作れるので、すごい楽しんでスイーツデコを作っていただけたらなと思います。それでは長々と動画を見てくださりありがとうございました。バイバーイ。